野木製駅は山梨県鶴市古川渡市にある富士急行大合線の駅。駅番号は FJ04。標高は約421メートルである。ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅。南東側から1番線ホーム、2番線ホームの順に並び、1番線ホームの赤坂方の端に接してで駅舎が設けられている。二番線ホームへは、 踏切側からスロープを上がったところに設置された扉を自分で開閉するか、富士急行大学線内で唯一設置されている古典橋が利用できる。ホームは他の駅と違い3両分の長さしかないので、4両編成の列車においては前側3両から上行、最後尾1両はドアカットとなる。以前は直営駅であったが1978年から業務委託駅となっている。 駅舎内部には待合所と出発口が設けられているが自動券売機はない。窓口営業は通勤、通学のラッシュアワー時に限られ、それ以外の時間帯は車内での生産となる。土曜日と日曜日には地元の農家の作った野菜などを駅舎内部で販売することがある。なお、駅は業務委託先の民家とつながっており、住み込みで駅の業務を行っている。 駅舎側の一番線を主本線とした一線するとなっており、行き違いがない場合は、基本的に両方向とも一番線ホームに発着する。二番線は対向列車との行き違いを行う上り列車が入線する。2013年度の1日平均乗降人員は727人である。駅名は1954年まで当駅の所在地であった旧の犠牲村に由来する。 野木聖村の名は1875年、道村が4日、四条村、田野草村、古川渡村、いくら村、川、持村、小型村の合併によって成立した際、野木がよく算出されたことから付けられたものである。毎年この駅から、海上保安庁羽田特殊救難基地の新人隊が、羽田特殊救難基地までの1 0 0トルの道のりを歩いている。 駅の北東方向に約1キロメートルのところをリニア実験線が通り、富士急行線とは電野総駅との間で立体交差している。駅のすぐ北に中央自動車道が線路と並行して走っている。駅から約1 0 0ル離れた国道139号沿いに富士急バスの犠牲、駅前バス停があり、以下の各方面の路線が発着する。また、 予約型乗り合いタクシー、鶴と、野木聖、聖、里が利用できる。富士急行、大月線、田野総加成駅、火星駅、赤坂駅、富士急行線、スイカサービスの開始について平成27年3月14日より、首都圏から富士山エリアへ1枚の IC カードでお越しいただけます。富士急行、オリジナルの2017年10月27日時点におけるアーカイブ、 https://web.archive.org/web/20171027113526/http://www.fuj.co.jp/.data/.newspdf PDF ファイル24億1920万 8394?PDF2020 年11月8日閲覧。国土数値情報駅別乗降客数データ解の、古文書研究改編、各駅停車全国歴史散歩、山梨県川出処新社、川で初防震九1983年2月28日初版発行、P137-8AB。AB 平成28年11月1日より、道の駅鶴、線運行開始。富士急バス。2020年1月13日閲覧。市内循環バス及び路線バス時刻表。鶴市。2020年1月13日閲覧。予約型乗り合いタクシー時刻表。鶴市。2020年1月13日閲覧。ふるさと列車で行く。 涙と笑いの日本駅物語日曜ビッグバラエティテレビ東京2008年9月14日放送ありがとうございます